あ、まあ、IC で、はいはいはい、支払いやはしてるんで、IC で、まあ、ただそれでポイントができるのかどうかわかんないけど、IC で、IC で、こいつは、この機械はね、IC でポイントができる。皆さんこんにちは、平山茂でございます。近くに学校があります。さあ今日は6月16日、現在時刻は6時28分でございます。今日はこの車何でしょうか？トヨタのアクアですね。トヨタのアクア、はい、トヨタのアクアに乗っております。今日のお供はもうだいぶ前にね、一緒にあつとお供させてもらいました、はい、山本さんです。あれ以来ですね。そうですね、ちょっとだいぶ、まあ、お互いいろいろ忙しくて間はもう空いてしまいましたけど、ね、まだちょっと、ずずしくもちょっとご参加、させてもらいました。今回スターバックス行きますか？あっちゃー今日はねちょっとねスタンドがないのでね、まあ、そういうのもちょっとなんかリアルで、そうですね、すいません、いいですね、びっくりされた方、はい、すいません、はい、ここは使わせていただきます前回ね、スターバックスで、なんかシェイクみたいな、そうですね、フローズンのやつ、なんでこれフローズン違うじゃんみたいな感じでちょっとさ、そうですね、あったあった飛び込んできちゃダメですよね、車ね、飛び込んできましたよ、ハイエースが前からね、狭い道で飛び込んできちゃダメですよ、これですね、これどうしてもやっぱマスクしてるんで音だけが頼りじゃないですか、何喋ってるかっていうの、口元見えないんで、まあ、でも結構聞こえてるんじゃないですか、これ聞こえてるとは思うんですけど、うん、大丈夫かなって、まあ大丈夫かな、大丈夫でしょうね、そこがやっぱ心配なんですよね。マスクいるかな、うん、まあね、よくあの見られてる方がね、そうですね、あのなんでマスクしないんだとかなんかよくあるんで、まあ、今回ちょっと、ね、多分前回はつけてなかったかもしれないですけど、前回はつけてないですね、ね、まあ、基本この2人がね揃った時っていうのは大体まあパトロールをしてる時っていうことなんですけども、ちょっと初めて見た方は分からないと思うんですけど、まあ、基本パトロールをしてます。悪いやつはいないかと、まあ、前回もそうでしたよね。そうですね、まあ、気になる方は前回の放送をちょっと見ていただけるとありがたいなと、はいはい、特にね、なんか面白いことしようとかそういうのは一切ないですからね。やっぱり警備一本 で、ね、僕たちやってますんで、うん、まあ、もちろんね、何もないことが一番いいそうですけどね、何もなくてよかったねっていうね。そうですね、平和だったねっていうね、大丈夫だ、今日も大丈夫だなという感じで、そこですよね、うん、どちらにいいですか？そうですね、まあ、まあ、今も右ですね。いいですか、いいですか、いいですか、平和だな、大丈夫ですよ、うん、まあね、まあもしかしたらね、僕たちが警備をしてるからまあ大丈夫だっていうね、平和だっていう、そうですね、まあやっぱり、まあ、抑止力にはなってますね、しかしいいですね、普通車なんか欲しいな。普通車ですか？普通車欲しいですね。静かだし、ボタンいっぱいついてるし、あ、ワクワクしますね。ハンドルにもこう
う、いっぱい ね、いろんなナビついてるし、うん、あっ、ちょっと急発進はダメみたいですね急発進してるつもりはないんですけど ね、多分ちょっと角度的にそうですね、さあ夕方のパトロールはもうこれ大丈夫だね。大丈夫だね、うん、今日も、うん、あのね、安全な街づくりができてます ね、これはね、大丈夫だね、うんうん、全然パトカーを見ないね、見ないことが一番いいよね、パトカーを見ないっていうのがね、うん、平和だわ、うーとかね、どいてくださいみたいなね、救急車もあんま見ないしな、うん、確かに救急車見ないですね、ちょっと雨だからね、事故も多いはずだけど、うん、大丈夫そうだね、うん、大丈夫だな、うんうん、さあまたね、明日から暑い日が続きますけれども、まあ、天気がね、まだぐずつくところは、まあ、もちろん関東もね、まだ梅雨入りしたばっかですから、うん、びっくりしましたけど、ね、そうですね、なのでね、まあ、十分体調には皆さん気をつけて、うん、元気にいきましょうね、大丈夫、ありがとうございます、大丈夫いただきました、いや嬉しいな、大丈夫もらったの嬉しいな、うん、僕が言うよりもやっぱ威力が違いますね、もう一回いいですか、大丈夫みたいな素晴らしい、素晴らしいです、ありがとうございます、まあ今のカットされてるかもしれないですけど、そうですね、ちょっと2回目はね、まあ、ちょっと違う形で途中で切れてる可能性がありますね、まあその辺もちょっと、はい、あの面白いような感じで、そうですね、ちょっと編集も楽しみにしてますんで、帰りますか、そうですね、ね、で今日の警備は一応もう大丈夫だったんで、大丈夫ということで、はい、ではまた近々ね、またちょっと僕も忙しかったり、まあ山本さんもね忙しかったりしますけど、はい、また次はまたよろしくお願いします、またどっか行きましょう、はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います、今日もご視聴ありがとうございました、大丈夫ですからね、大丈夫ですから、大丈夫ですから、大丈夫ね、言ってます、大丈夫ですから、ということでまた明日お会いしましょう。平山茂と山本でした。おやすみなさい。おやすみなさい。